今日は2020年2月の9日9日ですね。ウェストミンスタードッグショーに来ています。ビアデッドコリーかな。いやもう今ね、いやもう話さないでおきます。やっぱもうちょっとあまりにもショックな出来事が起きたので、わこのボルゾイいいな、このボルゾイすっごい綺麗ですね。うわーすげえな、でかいし体もすごい大きいですよね。あれこれあ、It's OK今女性がなんか僕がビデオ撮ってるからなんかしゃがんでいこうとしたから、大丈夫よって大丈夫ですよって言いました。ほらこれちょっとなんかヨーロッパのボルゾイっぽいですよね。なんか顔の大きさがヨーロッパのボルゾイっぽいですよね。今イントネーションがおかしかった。いやもうイントネーションは僕はねもうおかしいんですよ。もう九州出身だからもうどうしてもねもうなまってる。もう何回もどう見ても自分でねその動画を見直してもなんかなまってるな俺って思うんですよ。で途中でその気づいた時は修正するんですけど、その修正しても治らないみたいなそのね時がたくさんあります。でもしょうがないでしょ、それはそれも小さいというかそうなんだから。ちょっとこれねこうなんかヨーロッパのボルゾイっぽい、この顔ほら顔の大きさが、いやショックな出来事ってね、もう話そうかな、もう何でも正直に話せばいいっていうもんじゃないんだっていうふうにいつもよく言われるんですけど、わあどうしようマジで困ったな、何でも正直に言えばいいというもんじゃないんだみたいな、正直に言うなみたいに言われる時がある。あこっちはなんかメスなのかな、これこっちのボルゾイはなんかねちょっとまあなんかアメリカンっぽいっていうかな、頭が小さくてなんかそのほらね、いわゆるボルなんかアメリカンなボルゾイな感じ。ヨーロッパのボルゾイってすごいゴツゴツしてて頭も大きいし、だからこの向こう側にいるボルゾイはなんかまるでヨーロッパのボルゾイみたいな感じでしたね。いや参ったな、もう何が参ったかってね、もう言うと多分僕はね非難合合なんですよ、おそらく。なんてことをしてるんだお前みたいなことになるわけですよ。でももうねそれはもうしょうがないわけですよ。もうそれはもう僕のせいじゃない、いや僕のせいではあります、僕のせいだ、自分が悪いんだ。よしちょっとねもうブリッドジャージが始まってるからちょっと行きます。このゴールドのこの何ゴールドのこの花がやってるゴールドのあの何ですか、ポインター、このなんかウェストミンスターの その象徴のこの、ゴールドのポインターですね。これねなんか新しいのがこうできましたよ、このなんかモニュメントみたいなやつが、オブジェみたいなやつができました。みんな撮ってますよね。
わかる、取りたい気持ち。っていうかちょっともうブリードジャージ始まってるから行かなきゃいけないんですけど、ちょっともう、あ、だって、うわー、もうすアイリッシュウルフハウンドだ、アイリッシュウルフハウンドだ、アイリッシュウルフハウンドだ。っていうかコーギーのところに行かなきゃいけない。ちょっと。いやあのね、もうちょっと話していいかな。もう多分もう皆さんから非難を豪語なわけですよ。もう 100% 非難されることが分かっていて、これを話すのか俺はみたいな。話していいんだろうかみたいなことなんですけど、話すかな。あ、なんかキンキラの女性がすごいキラキラの服着てますね。全然 OK ですけど。ファイアフォックステリアだな。何これ、なんかブロックで作ってる。わ、すげえ。なんかカメラ撮ってますね。なんかブロックですごい作ってますね。King is outshining you.そういうとこのもう何回も何回ももう撮ってますけど、このなんかもうゴールドでこれほら、ウェストミンスターのこの何オブジェみたいな、これポインターですよね、ポインターのこのオブジェ。今年から急にね、急にっていう言い方おかしいですけども、なんか今年から出現しました。こっちの横から撮っとこうかな。昨日も撮ったんですけど、なんかねちょっとねずれてたんですよね。こんな感じ、真ん中かな今画面の、こんな感じ。もうみんな関係なく通っていくから、立ち止まったりとかもするから、まあいいや、見こう。これボルゾイ、ボルゾイさっき見てましたね。ああビアデッドグレー、まあ、ちょっと人が増えましたねやっぱりね。それで朝僕ね、そのなんかすごい大変なことが起きてという話をしてたんですけど、もうねその時はねもうジャッジが始まってたから急いで僕行ってたので、もう途中で話すのをやめて、まあもうジャッジング、そのリングの方に向かったんですけど、ちょっと待って、綺麗な犬はちょっと取っとかないとダメですよね絶対。ほら、あーなんかニューヨークに住みたいなやっぱり、っていうかニューヨークに住もう絶対に。絶対ニューヨークに住みます。ニューヨークがやっぱちょっとね汚いんですけど、街がもう日本人からするともうすごい汚いですよ。街がもうなんか街全体がゴミ箱みたいな、もうそこら中にゴミがもう捨てられてあーすいません、
ゴミ箱捨てられているんですけど、もうタバコの吸い殻とかもうなんかもう空き缶とか、 Excuse me, sorry、 おブービエ、ブービエデフランドル、ブービエデフランドル、絶対間違いない。ほらすごい綺麗ですね。やっぱなんかアメリカのショーの方がなんか綺麗な感じがするなあ。It's okay. なんかアメリカのショーの方が犬がなんかゴージャス感がありますね。まあ日本もそうですけど、だから日本はアメリカのショーに似てんのかな。ゴージャス感がありますね。日本のあのショーのトリミングとか、トリミングと言わないのかな、グルーミングか、そのハンドラーの方々のグルーミングっていうのがすごいね、すごいゴージャスな感じがしますよ。あの日本のドッグショーのその犬たちすごい好きですね僕は。アメリカもそんな感じしますね。だからウェストミンスターに来るといつもわあなんかゴージャスな感じに犬を作るなと思っていつも見てますけどね。そのなんだっけ、ハロー、ハハハハ、なんだっけ、おすげえなこれ、ほら足をもうあの細いところに乗っけて、もう絶対動けないですね、あの犬動いたら落ちるもん。ほら一歩も動けないみたいにしてある。ほら見てこの足、ほら Over here, I'll get out so you can. It's okay. Ah, it's okay. Yeah, sorry.なんだっけ、今何の話してましたっけ。わすげえ綺麗だな、まあなんか綺麗でいいな。いややっぱアメリカのショーいいですね、この感じが。犬たちをすごいゴージャスに作りますね。それとなんだっけ、すげえ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 、ほら Have you seen the sheep doodles? Never seen one. For old English sheep doodles. Oh, you know what? I think I did see one, and you know what? It was beautiful. Oh, no, sorry, it's okay. It was beautiful. Oh, sorry. What a great name. Drew? Sorry. これすごい大変だなこれ。よし行こう。なんてうわくさ、なんか変な匂いした今。だからもうちょっと言っちゃダメなんですよね、こういうことをね、このドッグショー会場ですぐなんか言ってしまうから、そういう言葉を。なんかもっとそのドッグショーってなんかこのほら、なんていうの、あ、アイリッシュウルフハウンドだ。いやもうアイリッシュウルフハウンド好きですね僕は、とっても。アイリッシュウルフハウンド買おうかなマジで。いやー、アイリッシュウルフハウンドいいわ。
いやアイリッシュウルフハウンド、まあでもね大きいからもうね日本ではね、まあ僕は買いますよ、僕は買いますけど、いや今買いませんよ、今買ったらもう家自体が犬小屋みたいな家なんですから、もう犬が入ったら、もうアイリッシュウルフハウンドなんて入ったらもう僕が住むところがなくなります。東京はもうすごい狭いところに住んでるから。でもちろん買おうと思ったら買えますけど、まあ、今は買えませんが、まあ、買おうと思えば買えるわけですよ。でそのね、そのほら普通の人たちみんな買えないじゃないですか、一般の人たちは。その犬のために生きてるわけじゃないんですか、みんな。だからちょっとペットで買おうなんて思ったってその買えないわけですよ、アイリッシュウルフハウンドは。だからねやっぱ人気がない、人気がないというよりも買えない、不可能だから買えないわけですよ日本では。まあだからそういうことなんですけど、そのあの何ですか、アフガンだ、ちょっとうわすげえ、もう女性たちもアフガンみたいな女性ばかりいっぱいいますね。まあ女性もみんな綺麗ですね。その何ですか、何の話してたんだっけ、あーかわいいな、ね、うわすげえ、なんかケージだらけだこっちは。うわもうあっちもこっちもちょっと、ね何でしたっけ、何の話でしたっけ、わかんない。何でしたっけ、何の話でしたっけ、分かんない、その話がちょっと待って、何の話でしたっけ。うわすげえ濡れてるな、一回濡らしてもう一回なんか乾かしてみたいな、一回濡らして乾かしてみたいなことをやってますね。そのあれちょっといないかな、こっちあんまりいないな、こっち犬がいない、こっちというか、まあ、このレーンは、このレーンは犬がいない。何でしたっけ、何の話でしたっけ。いい犬が見つかったりとか、なんか珍しいものがあるとすごいなんかそっちの方に気持ちがいってしまう。あ、コーギーがいる。あれ、これ。まあ、いい、行こう。引っかかるとみんないろいろ言ってきますからね。なんだっけ、だからまあとにかく朝の問題ですよ、それがもう大変な問題が起きたの。わ、カーディガンかな。なんかお菓子持ってきてる、食べてる。パーティーです、パーティー。Westminster Kennel Club is pleased to have the incredible Dr. Pohl from Nat Geo Wild here with us today. Dr. Pohl will be signing autographs in his booth outside Prince 3 from 11:30 a.m. through 12 p.m. Please stop by to say hello and get your signed photograph. なんか煙がもくもく出てる、なんだろうこれ。カーディガン、ちょっと待って、なんだっけ、そう、朝問題が起きたわけですよ。朝僕はね、8時ぐらいに到着しました、ここに。いや、8時過ぎだったかな、8時10分とかぐらいだったかな、8時10分ぐらいですよ。そしたら
7時半から朝の7時半ですよ、7時半からチケット売り始めて20分で売り切れたそうなんですよ。ソールドアウト。あ、なんかテレビの撮影やってる。ちょっと、テレビの撮影やってますね。いや、まあいい、ちょっと行こう。それでそのこれはリッジバックだな、リッジバックだ。それでチケットが売り切れてたわけですよ。僕が行った時は8時10分に行ったんですよ。8時10分に行ってチケットが売り切れてたんですよ。今年はちょっとね、あ、ディアハンドがいる。ちょっと、うわ、Can I touch them? Sure. Oh, yeah, come on in. Somebody was very smart. They created a market. But yeah, I've read a couple of the articles he's written since he created it. You know, I think his intention. Nice. That's his dad. Oh, really? Oh. But I'm a big dog. Nice. So right now we have four. No, Gigi. Now you're getting surrounded. Where are you from? She is apparently getting there. Wow. She's a little overwhelmed. She's a country girl in the city for the first time. Oh, I know. Poor baby. Where is he? Been here before? Yeah, he was here. Hello. I think he was best. No, his father was best of luck. Hello. He was here. Yeah, he was. It's like he was his father. It's okay. Yeah, I always had months. Yeah. Then we got. Come on. You got the beagle. Wow, beautiful. いや、すごい綺麗だな。このグレーとシルバーのこの感じがすごい綺麗ですね。いいわ、この。うわ、いいな。わかりますね。この犬が、この犬を好きな人たちの気持ちがすごい綺麗ですもんね、これね。なんかもうすごいなんかいいなあの色が。でも僕はアイリッシュルーフハウンドの方がいいです。いやでもね、ディアハウンドもすごい、あの形がすごいいいですね。キンキラキンのゴールドの女性がいますね。よし、行こう。さて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 、今日はみんなビール飲んでますね。オイスターバーで今日はちょっとビール飲もうかな。僕もアパートまで帰るところの帰るところにオイスターバーがもう24時間イントネーションがおかしい24時間空いてるオイスターバーがあるんです。すごい、なんか朝7時に空いてましたもん。だって朝7時にバーが開くのおかしいでしょ。それはもう24時間空いてますよね。あ、犬かと思った子供だった。そのなんだっけ、なんかすごい見てるこの人。
なんだっけな、ワゴン、なんかみんな食べてる、すごい。ちょっと食べ過ぎなんじゃないだろうか。ちょっとだから僕は朝8時10分に到着したのにチケットが売り切れてたんですよ。それでその何ふーんって言って、うん、売り切れてもいいから入れてって言ったらリレーもう売り切れで入れないって言われて、えっって言って今まで僕はねもう日本を出発する前にチケット買ってたんですよ。毎年2年目だけかな、2年目2回目来た時だけ買わなかったんです、1回でも、あとはもう買ってたんですね、いつも。あ、すげえ綺麗だな。それで今年はちょっと買わずに行ってみようと思ったんですよ。どうなるかなと思って、まあなんかちょっと面白半分でみたいな。それがもうねちょっとシャレにならないことになりました。入れないってなったんですよ。入れないんですか。剣を首から刺してる。入れないってなったんですよ。入れない。それで、入れないってなって、またオールドイングリッシュクラブがなんかやってる。すげえやってる。Staying alone, we're not staying.それでその入れないわけですよ。入れないんですよ。わかりますか、どういうことか。それがこのウェストミンスタードッグショーのために僕は日本から飛行機に乗ってわざわざ来たわけですよ。それが入れないっていうわけですよ。当日の朝にですよ。しかも会場まで来て、会場まで来て当日の朝に入れないって言われるんですよ。そんなバカな話がありますか。マジで？と思ったわけですよ。それで I'm sorry とか言って I'm sorry sold out I'm sorry sold out とか言ったってもそんなの知るかって言うわけですよ。でも謝ったってダメみたいな。ボルゾイ綺麗だな。Can I touch? Hello. Wow, beautiful. Thank you. Yeah. So elegant dog. It's very elegant. Yeah, very elegant. Very soft. Oh, really? Yeah. Temperament? Temperament? Very, very happy, very outgoing. Oh, okay. Yeah. No aggressive. No aggressive? No, not. No.Most of the time, yep, they're pretty even-tempered, not a lot of barking. Oh, okay. Nice. So elegant. Thank you. Thank you. Thank you.
town with them. それで、もうそれはそんなことが許されるわけない、ないじゃないですか。こんなニューヨークまでわざわざ来て読書を見ないで帰るなんて、それはもう毎日がオイスターバーに行ってただ酒飲んで帰るだけになりますよ。バカバカしい。遊びに来たわけじゃないんですから。だからそれはもう、excuse me、yes. what breed is this? These are otter hounds. Otter hounds? Yes, otter hounds. They were developed in England back in the 16th, 17th century for tracking hounds. Okay. Scent hounds for tracking and killing otters. Otters? Yeah, otters were a nuisance animal back then. Uh-huh. So they, otter hounds? Otter hounds, yeah. Okay. Yep. They're great dogs. They have fantastic. Oh, really? Very amiable personalities. They're just nice dogs. Very happy. Rare breeds? Rare breeds. Only 300 in the United States, about 800 in the world. Really? They're actually rarer than a giant panda. Okay. How much weight? Right. He weighs 100 pounds. Okay. He's probably about average for a male. She's a little heavy for a female. She's about 90 pounds. Oh, nice. Very beautiful. So they're on the, can I the touch? Bottom end. Yeah, sure. They're on the bottom end of the dog. Yeah. Temperament? Excuse me? Temperament. Personality? I'm sorry. Temperament. Temperament, yeah. Fantastic demeanor. Oh, really? They love kids. They, no aggressive? They're really, he's not thick, so he might not like some boy dogs. But they just love other dogs and things like that. They're very, very happy dogs. Oh, okay. Very nice dogs. Great, for great. Children? Oh yeah, fantastic. Nice. Seven grandkids. Really? Oh really? And they just not a problem at all. Thank you. You're welcome. Yeah. Oh, nice. Hello. Oh, beautiful. Looks very nice. Yeah, they're very nice. Yeah. When you show them, you're not allowed to trim them up. Mm-hmm. But once he stops showing, I'll cut his beard. Because, you know, they drink some water and then it's like a sponge. Okay. So you have to like that. And then have your rain, your umbrella handy when they shake. Otter hound. I don't know. I forgot it. Otter hound. Otter hound. Oh, otter hounds. Yeah, otter hounds. Yes. It's about 300 in the United States, about 800. それで、もうしょうがないから。そんな帰るわけにいかないじゃないですか。ニューヨークに遊びに来たことになる、まあ、もちろん遊ぼうと思ったらどれだけでも遊べますよ、さすがに。それはもうナイトクラブに行って踊ったりなんかして、それはアイリッシュバーに行ってギネスを飲んで、なんかステーキハウスに行ったりとか、なんかすごい、それはもう遊びまくりますよ、朝から晩まで。でもそれダメでしょマジで。そんなことのために来たわけじゃないですもん。だってそれはちょっとやばいですからね。だからもう、あ、ここ滝通ったな。どうしよう。犬のいるところに行こう。犬がたくさんいるところに。あ、オッターハンズって言ったな。よかったですね、さっきの犬。オッターハンズって言ってましたね。オッターハンズって言ってました。オッターハウンド、日本語的に言うと、そのなんだっけ、だから遊んでる場合じゃないから、
もうね、入ってきました。もう勝手に、別にお金を払いたくないからじゃないですよ。お金払おうと言ってるのにお金が払えなかったわけですから、もうチケットがない、売るチケットがないって言われたんですから。でもごめんね入れないとか言って、いやごめんねじゃない、絶対入る、そんなのどんなことやってでも入ると思って、そりゃもうルパン三世になりますよ、そりゃもう入ってきました。でだからこっそり入るところを知ってるわけですよ、僕は。こっそり入るところ、あ、sorry、こっそり入るその秘密のホラー穴みたいなトンネルを、その毎年来てるわけですから、ここに。だからその秘密のトンネルから入ってきました。すっごいなんか、あー、なんだっけ、うわ、なんじゃこりゃ、あ、アフガンだ。ああいう風に縛っとかなきゃいけないんですよね。これアフガンなのね、好きな方いらっしゃいますよね。当然いらっしゃいますね。アフガンすごいいいと思いますね。こっちさっき通ったもんな、もうちょっと止めましょうかね、同じ所ばかり通ってるから。あ、こっちが取るか。あ、危ない。そうだから、そのもう入ってきちゃったんですよ。入らないとだって見れないですもん。それでもうね、もう入ってきたわけですよ。もうそのルパン三世ですよ。悪い言葉で言ったらもうコソ泥みたいな感じで、本当に空き巣ですよ、空き巣。空き巣じゃないな、空いてないから、いっぱい人がいるから。いっぱい人がいるけどもう入ってきたわけです。でもだから空き巣じゃない、もうコソ泥。だって入らないと、その帰れるわけないですか。わ、なんだこの首輪アタッチは、全部なんかキンキラキンですね。なんかほら、すげえ、ほら、もうね、言うのやめようかなと思ったんですよね、こんなドッグショーで。ちょっと優雅な遊びをみんなやってるのに、そこにコソ泥みたいな人が入ってきましたからね。みんな言うのやめようと思ってたんですけど、しょうがないです。だって入らなかったらこれ帰らなきゃいなくなってましたよ。でコーギーのジャッジが朝8時半からだったんですよ、スタートが。で僕はもう入れないってなったのがね、もう9時ぐらいになってたんですよ。もうふざけんなって言って、もうすぐ入ってきて、すぐというか、まあその秘密のなんか抜け穴のトンネルから入ってきたんですけど、そこに走って行ってそっちから入ってきたんですけど、あ、だから明日どうなるかなと思って。っていうか今日だけでも本当入っちゃダメなんですよ。皆さん真似したらダメですよ。僕はもうちょっと絶対そうですよ。そう、帰るわけにいかなかったから入りましたけど、だからお金も払わないで入ってきてますよ。別にお金払うのは全然問題ないんですよ。むしろ払いたいぐらいなんですけど、ただそのわ、すごいいっぱい、カフェがもうほらいっぱいですね、人だらけ。明日は朝もう、だってね、今日そのチケット売り切れですって言われたの人たちは朝5時から待ってたらしいんですよ。もうもう来年から絶対チケットを12月に売り出しますから、12月になったら必ず買わなきゃダメですねと思いましたね、本当に。いや本当にそう思いました。そうしないと大変なことになりますよ。
朝5時からみんな待ってたんですか。朝5時から待ってて、その何ですか、売り切れちゃったんです。その人たちが全部買ったから、20分間で全部売り切れたそうです。もうない。だから僕明日は、だから僕もそういうことに、うわすげえ、なんか足が長くて綺麗な女性ですね、なんだっけ、だから明日はそのなんだっけ、うわなんかガンだこれ、何、僕も5時とかに来なきゃいけないんですかねと思っています。5時にはちょっと来れないですね、さすがに。あれこれなんだ、オフィシャルウェストミンスターなんだ、あああれだ、マーシャンリーってなんだろう、なんかそのあれですよね、このなんかキャラクターグッズとかが売ってるやつですよね、そのウェストミンスターの、うわウェストミンスターのこの T シャツ買おうかな、マジでウェストミンスター T シャツ買おうかな、これほら、この薄い T シャツが長袖の方がいいんですけどね、僕としては半袖があんま好きじゃないんですよね。あ、このこれがいいんじゃないかな、このウエストミンスター T シャツ、ほらこの色が薄いパープルっぽい色で、これいいんじゃないですか。これは長袖だったらいいんだけど、まあ買わないとこ、絶対着ないですよね、買っても 100% 着ない、もう間違いない、分かってる、絶対着ないのに、なんか見るとちょっと買ってみたくなるんですよね、こういうのね、まあ、入らない時でおいた方がいいですね。だから勝手に僕は忍び込んできてるわけですよ、ここに。だからこんなの動画で言ったらもうすげえ怒られるかもしれないから本当はね言いたくないんですけど、もう本当に忍び込んできました。だからこれはまだ日本に帰るまでこの動画はアップしません。これもし今日の夜アップしたら YouTube にすぐなんかほら言いつける人がいいんじゃないですか。俺の行動を邪魔しようと思って、あいつコソ泥みたいにして入ってきてるぞみたいなことを言って、だから今日はアップしないで日本に帰ってからアップしますっていうかね、日本に帰ってからアップしますっていうかね、もう泊まってるっていうか滞在しているそのアパートの Wi-Fi がもう全然ダメなんですよ。もうなんでこんなダメなんだろうか、 Wi-Fi が。海外の Wi-Fi ってもう本当ダメですよね。日本はねとても素晴らしいですよ、ネット環境が。つまりネット環境が素晴らしいだけじゃなくて、多分 ね日本という国は素晴らしいんですよ。だからそのなんていうのかな、何、ネット環境だけじゃなくて日本という国は全てにおいて素晴らしいんです、おそらくね。だからそのアメリカでもイギリスでもとにかくヨーロッパどこの国にも、オーストラリアもそうですけど、もうねホテルとかなんかアパートとか借りて泊まるでしょ、もう ADSL より悪いですから、日本の ADSL のよりもはるかに悪い、もうね ISDN みたいな感じなんですよ。もう全然ページが1枚1枚全然開かずに、だからウェブサイト見るのにもう 1ページ開くのに5分とかかかるわけですよ。もうなんかパソコンをなんか窓から手裏剣みたいにして投げ捨てて、向こうのビルの壁にグサッてなんかね、そんな感じにしたくなりますよね。ここウェストミンスターのこのなんかあれのカフェのなんかまあ売店みたいな感じのところですけどね、ここで僕もなんか結構食べたり飲んだりしますけど、今日はもう席が全部埋まってますね。
これ本当にだから明日はちょっとね本当どうしようかなと思ってますね。困ったなと思って。で日本人も結構たくさん来てますよ。あ、手がちょっと痛い。よし、午前の部はもう大体終わりましたね。さてちょっと止めようかな。明日はだからもう朝早く来て、というかあのねシャトルバスが、僕はシャトルバスで来てるんですよ。あそこのペンシルバニアホテルから出てるわけですよ、シャトルバスが。あれで、あれ何時に出るのかな。ちょっとあの止めましょうかね。あの日本、この人なんか日本人っぽいな、この女性日本人っぽい女性。まあまあいい、ちょっとじゃあ今日はちょっと朝一回止めてそして帰りますね。そして